はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。白間です。ラジオっぽい何か第68回やっていきましょうか。実は66回、67回、68回と連続して撮ってるんですよね。ちょっと疲れた。だってなんだかんだ10分を3回ですか30分くらい喋ってることになるんですよ。ーって感じですね。さあ、ラジオっぽい何か第68回。ちゃみに撮ってるのは、えっと、3月26日の2時49分です。もう3時。ね <laughs> ろとね言われそうです。 分何か第68回はね、喋ること決まってました。皆様、あのー、ドアマンって知ってますか、まあ、ドアマンって言い方はあれですが、まあ、なんて言うやろう。うーん。一番、なんか正しい言い方をするのであれば、まあ、運転手さんっていうの。よくね、お嬢様とかお坊ちゃまを運転して、ドアを開けて、レッドカーペットを引いて、 どうぞ、お嬢みたいな感じで、こう、運転士兼、かドアを開け閉めする人、みたいな人っているじゃないですか。まあ、いかんせん僕はああいうのって、ほんまに偉い人の世界だけやと思ってたんですよ。というのも、まあ、なんでほんまに偉いってどこまでの範疇を言うのかっていうところではあるんですが、うーん。例えばで言うと、あれですね、まあ、国会議員さんとか、まあ、すごい重要な SP がつくような人たちとかね、そんな感じでの人たちが、 まあこうガチガチに固められるんちゃうかなと思ってたんですよ。しかしこの前ね、見たんですよ。ついに。そうやって送ってもらってる子とかあるね、病院の前に、まあまあちょっと僕が仕事でちょっと行くところがあって、そこの近くに小児科があるんですよ。 で、そこの小児科の前に、バーンって車が止まって、黒塗りのね、高級車が止まって、じゃあね、運転席から、スキンヘッドの、めちゃめちゃいかつい人がさ、降りてきてさ、ガチャってドア開けんやんか。で、ガチャってドア開けたらさ、まあまあまあ、おばちゃんっていうのかな、まあお母さんでしょうね、とさ、もう小学生ぐらいの子供が降りてきたんよ。ええー、って、<laughs> もうええってなったわ。 びっくりした。えこ、こ、こ、こ,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 こ、こ、どこ、どこどもこ、こんな子が <laughs> えみたいな。でね、その、また、運転手さんがね、いかついんですよ、ほんま。スキンヘッドでさ、目つきちょっと悪くてさ、のくせなんかめちゃくちゃ姿勢いいみたいな。ピンって立ってさ、あの、その、小児科の前で、黒、で、 あの、黒ネりの高級車に行けよ。その小児科さんが駐車場持ってなくて。う社一に持ってないいっぱいあったんかなで、かといってあの、車止めとったらね、<laughs> あの、駐車、違法駐車で取られるんで、近くにこうやってずっと立ってたんですけど、もう、めちゃくちゃかっこよかった。<laughs> めちゃくちゃかっこよくて、いかつくてな。それよりも一番腹立ったんが、こんなクソガキが、 あのー、なんでこんな乗り物が出てくんねやとちょっと腹立ちましたね腹立った時は、まあ、これが現実なんかとあんなクソガキでもなんかドアマンがつくんかと <laughs> ちょっと嫉妬じゃないですけどそんなこともあんねやって思った思いましたねうーんなかなかやっぱそういう自分たちが絶対届かない世界ってあるじゃないですか 例えばプロ野球選手だったりとかスポーツマンですねスポーツマンってまあほぼ毎日で練習してきてずっとやってはるんで、まあ、なかなかね起きて寝て起きて運動して寝てみ娯楽がないような気はするんですあ自分たちがいかんせ今からそんなあの生活しようと思っても絶対できないじゃないですか現実的にね ねえ、まあ、他を見て、ねえ、他で言ったら、ま、e スポーツの選手とかもね、起きてゲームずーっとやって寝て起きてみたいな感じで、もうそんなんばっかりじゃないですか。いや、ただね、ああいうお金持ちのタイプの生活って、なんか自分たちじゃ絶対できへんって思ってたんですけど、あんなクソガキでできてるのは俺もできるなってちょっと思いましたね。<laughs> まあ、いかんせんその親御さんがね、なんかすごい、 高いところの、何でしょう、高級鳥やったりとか、なんか偉い人と、もしくはなんか、社長令嬢とかなんかそういうのもあるんかもしれないんですけど、すごいね、あれは。うん。初めて見た、ああいうの。ただ SP の人もね、いや、本当さっきも言ったんですけど、ほんまにね、いかつかったんですよ。かっちりたってね、めちゃくちゃ怖かったんですよ。 ででもこっちは気にななるじゃないですかそんな黒塗りの高級車からクソガキが出てきてるわけですから一瞬誘拐かと思いました最初クソガキだけが出てきた時にクソガキ出てきてなんかその活い,い兄ちゃんが出てきてお母さんちょっと遅れて出てきたんでほんまに怖かったっすよいや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 と誘拐ちゃうなあれって でしかもさ、これずっと誘拐ちゃうんかってずっと見てたらさ、こっちのことじー見てくんねやんか、もう、あんなスキンヘッドでいかつイメージこっち見られたら怖いわ。やめて。<laughs> ほんまに怖かった。ビクビクのビクやで。うん、でもあんな生活をほんまにしてる人がおんねやってことで、世界って意外とちっちゃいなって思いましたね。あ自分も頑張ったらいれぐらいできちゃうかな。 思っちゃいました、まあ実際にやるとするなら何せな,なあかんのね、まあ、まずはお金稼がなあかんけどあとドライバーを1日つけるぐらいやったら全然ねお金で解決できますしそこまで高くないでしょああいうのってだったらまあもう全然できるのかなと思いますねうんちょっとああいうドアマンとかってお給料どうなんでしょうねその場限りなんかなその場限りというか 依頼があったら運転してるするすみたか、なんであの黒塗りの呼吸してから子供が出てきてんだやら、あの人たちのお仕事は何やってるんでしょうかなんか大企業の重役もしくはなんか、うん、一瞬思いついたのはガチでその暴力団とかの関わりなんかなってことなんですかそういう風貌じゃなかったし、もし、あ僕の古い考えであるんですけど、なんでしょう。その やっぱりこうそういう関係の、まあ、ヤクザというんですかそういう人たちってこうなんでしょうレッドカーペットまでいいておうをどうぞっつって8人ぐらいパッて頭下げるそんなイメージがあるんですよだからまあなかなかうーんあれはいやー 暴力団というか暴力団関係ではなかったっていうことはわかるんですがってなったらもう何なんだただのお金持ちかってなりますよねただのお金持ちだったらいいなそんな羨ましいぜ俺もお金持ちになりたいなんか空から宝くじ買って1億円ぐらい振ってこへんかなうん1億降ってきてドーンってうわあ1億円だーってなってもうアタッシュケースだけ思って俺すぐに逃げるわバッ でもいいですね、そういうの。うん、非常に。でもそういう人たちがね、例えば株価とか、株、証券会社とかやったら株がね、大暴落して、そうやって車で起きてた人たちが、こう、まあ、地の底へ、地を張るぐらいにこう、落ちていく、そんなね、内容の漫画というか、そういう話を見てみたさはありますよね。うん。ど人間どこまで落ちんのかみたいな。<laughs> 落落ちちるとこまで落ちたら逆に面白いけどな、うん、どこまでいったら落ちるんやとあそこまでいくねやみたいなとこはねありますけど実際今までできてた生活が縛られるわけですからそうなったらねなかなかしんどいもんがありますよねうんそう,かそういう人たちがねこう今まで頑張ってきたのになぜ今回はこうなんねやみたいな 私たちはなぜこんな生活をしなきゃいけないのって言ってこうどん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 苦しくなっていってそんな生活ちょっと見てみたいですねちょっとサイコパスというか怒られそうですけど、うん、でそういう人たちを見てそんなドライドアマンにを頼ってるからやって自分で運転しろってでこう心の中で叫びながらその人たちをスルーしていきたいですねあのスルーするというか何でしょう まあ、スルーするですね。悪い意味じゃなくていい意味で。もう何も別にこっちからアクション仕掛けることもないし、向こうから何か言われたら、なんか、最低限のことはするけど、みたいな。こう、基本的に関わらず、隣を通り過ぎるだけで、こんなに、ね、こんなドアマニア、あの、変わってるから、他になくなっていくんやでっていうのをちょっと教えたいですね。<laughs> なで、ラジオフェイリカ第68回でした。ありがとうございました。